きチャンネル。ちょっ、こんにちは。今日はですね、はい、全く予想できてなくてすいません、びっくりマン選手です。はい。ここまでね、いやね、開幕前には全く予想してなかったよという、知ってたらね、はい、それはもう打率とかのところで、あのゲームのねところに入れたかったよっていう選手ですよね。入れてたんだけどね、もう、まあ、このね開幕してから1ヶ月ちょいで、はい、全く、予想もできず、申し訳ないですっていうところで、はい、その選手たちを、称賛して紹介していこうっていう、はい、コーナーです。今日はもうすごいっていう、そうですね、うん、まず今、はい、現状1位のオリックス、はい、これはもうオリックスのビックリマン選手は、うん、もうこの選手でしょ、はい、ね、うん、言っていいんですか、はい、茶野選手ですね。茶野だよ、ねえ、ほんといたのっていういたんだね。ルーキーですもんね。ああ、うん、俺もうオープン戦とか全く見てないから。でも育成ですからね。そうそうそう、ね、徳島、はい、アイランドリーグ、うん、だから俺去年徳島ね、はい、と愛媛マンダリンパイレーツの試合解説に行ったから、うん、あ、そうなんだ。見てるはずなんだけどね。そうですね、うん、俺あの時にちゃんといいって言ってたかな。どうなんですかね、うん、でも本当に言ってたかもしんない。かもしれない。でも茶野って結構珍しい名前ですよ。言ってたかもしれない。でも四国アイランドリーグはの徳島は毎年プロ野球選手輩出してるからね、はい、その育成だけどね、うん、はい、っていうところで、だからすごいよね、育成4位だからね。そう、まさかだからこの育成4位のルーキーがここまで出てくるとは思わなかったですね、うんうん、だから吉田正尚の穴をね、はい、まあ、ここからどうなるか分かんないけども、うん、打率っていう部分では埋めてるよね。3割超えてます。うん、ねえ、打点もんなの、はい、しかもびっくりするところが、うん、対左に対して3割7分9厘と、うん、対右が2割8分4厘なのに、はい、対左に対しての打率がめっちゃ高いのよ。そうなの、左左で。これもレギュラーになる素質十分だね、うん、やっぱ左が左打てないと終わりだからね、うん、そういったところでは。へえ。あとやっぱ初球のねヒットの確率が高い、5割っていう、やっぱ初球から積極的にね打ちにいってるっていうのあるけども、はい、まあ、今後の課題、うん、としては一つだけある、うん、はい、ここを乗り越えなきゃいけない課題っていうの、うん、楽天です。ん、楽天、楽天から打てないってことですか。0割5分3厘です。あ、そうなんだ、はい、20打席でヒット1本しか打ってないです。へー、他のチームからは結構打ってるんですか。あとロッテ、うん、1割9分。それ佐々木朗希投手じゃないですか。でも21打席で4安打しか打ってないから。あ、ってことはじゃあ結構、そうそうそう、うん、だから対日本ハムが4割4分4厘、対西武3割5分7厘、うん、対ソフトバンク4割5分8厘と、まあ、ここがめっちゃ打っててね、はい、今3割8厘になってるんだけども、うん、まあ、これがずっと続くことないから、はい、でもこの楽天とロッテ戦を上げていかないと3割保てないからね、うん、はい、課題としては対ロッテと対楽天、うん、まあ、どちらももう20打席以上立ってるからね、はい、その中でもうちょっとヒットが打っていれば、うん、首位打者争い、そうですね、行く可能性あるから、うん、ここだね。得て増えてというか、得意な人とか苦手な人っているんですね、うん、うん、あとはうまくはまらなかったとかね、うん、まあ、もちろん佐々木朗希っていうところもねあるかもわかんないけどね、はい、そういった面では、うん、でも茶野もね、はい、ちょっと見逃してたね。そうですね、ああ、いや、わからなかった。でもこれもね、はい、一気にっていうのもあるからね、うん、茶野ね、いやいいね、はい、オリックス首位の原動力になってるからね。うんですね、はい、続いて現状2位の、はい、ホークス、ホークスビックリマン選手、ホークスビックリマン選手、はい、こちらです。はい、いません。いないんですか。いや、そんなびっくりいないよね。その、まあ、まずそもそも今柳田とか3割5分ぐらい打って、うん、一気にホームランも4本かな、量産体制入ってるけども、はい、まあ、別にびっくりしないじゃん。そうですね、あのその柳田の活躍に対して、うん、まあまあそれぐらいはやってくれるでしょうみたいな。そうです。あとこう新規の選手があんまりこういるわけでもない。そうそうだね、そうだね、こんな、いや、びっくりでレギュラーで、いや、見逃してたすいませんみたいな感じはソフトバンクないね。ピッチャー陣もそうですよね、うん、だ現状はまだ開幕1ヶ月では、はい、ちょっとあのビックリマン選手いないね、うん、そうですね、うん、続いて、はい、西武、西武、西武はですね、うん、平良ですね。
おー、先発転向してってことですか。うん、うん、だってまあね、その WBC も辞退して、うん、自らよ、はい、ここまでもリリーフでもう自分の居場所も日本球界としてのトップランクの居場所も、うん、もう見つけているのに、うん、先発やりたいっていうところで、はい、先発に挑戦した中で、うん、WBC も辞退してプレッシャーあったと思うけども、はい、防御率 1.7 よ、7-3、3勝、うん、これはもうびっくりでしょ。そうですね、勇気がいることですしね、うんうん、あそこまでずっと 1年とかじゃないからね、はい、ずっとリリーフで完璧にやってきて、うん、で自ら行きたいって言ったらプレッシャー絶対あったと思うの、はい、自分自身のね、うん、結果出さなきゃいけない、ほら見ろお前だからリリーフの方が良かったやとかって言われがちじゃんね、うん、その中安定的な、はい、そう先発変化球もいいしね、うん、制球もいいし、そうですね、うん、ここまでね、うん、完璧なピッチングっていうところでね、はい、フォアボールが12個だから4試合登板してね、うん、はい、1試合まあ平均3というところはね、うん、比較的安定してるというところもあるし、はい、被打率も1割8分2厘だからね、うん、ヒット自体そんな打たれてもないしね、はい、でなんて言っても、うん、右ピッチャーなのに対左が1割5分4厘と左の方が打たれてないっていう、そうなんだ、やっぱあの入ってくるスライダーとかが効いてんのかな、はい、まあ、右にもね2割2分2厘だから、うん、まあ、打たれてないんだけど、はい、で安定的にどのチームにもほぼ打たれてないの、うんうん、これはこのままいきそうだね、うん、そうですね、タイトルあるんちゃう、いやあるんじゃない、もしかしたら最優秀防御率とか、まあ、勝ち星も、ね、最多勝利とか、うんうん、びっくりだね、そうですね、うん、素晴らしい活躍ね、うん、はい、で西武でいうと、うん、あのじゃあミニびっくりとか言っていいですか、私の、うんうん、ミニびっくりはあのルーキーの青山投手が後ろに来るんだみたいな、あ開幕ね、はい、でもまあ増田がちょっと安定しないからね、うん、まあ、一番後ろにまた返り咲いてくるかも分かんないし、複数で頑張れるっていうところはあるけどもね、はい、でも頑張ってるなっていうのと、うん、そうだね、あと愛斗選手一番でハマるんだみたいな、なんかイメージなかったので、うん、いいよね、いい感じで、はい、あとやっぱ児玉でしょ、そう、あそうですね、うん、源田奈をね十分に埋めて、はい、源田が帰ってきた時にどうなるのかっていうところはね、はい、あの今後また難しいね状況になるけども、はい、まあ、でもタイマーね、はいはい、ビックリマンということで、うん、次今、はい、現状西武は3位じゃなかった、次ロッテ、はい、ロッテのビックリは友杉ですね、ああ、うん、そうですね、うん、これもあの、うん、ガチャが終わるかっていうね、はい、まあ、藤岡もね、うん、相乗効果で頑張ってるっていうところもあるからね、うん、まあ、ここからこれを1年間続けれるかどうかだけども、はい、スタートとしてはいい感じで、うん、でまたこれ何が良かったかね、まあ、チームの構成でいうとあの福田をトレードに出したっていうのも良かったね、はい、福田もかわいそうだからね、うん、そんなもうガチャばっかり回されてさ、うん、あの後ろの方にやられたらね、うん、でもまあ、 あの編成としては俺は問題あったと思うけども、はい、まあ、友杉の頑張りはね、うん、この、 あのガチャの周囲四方を打つ可能性もあるんでね、はい、かなりの、まあ、これをどこまで続けられるかが、ね、そうですね、うん、まあ、一番の課題とされていたところですからね、うん、そう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 、うん、まあ、あと何気に藤原がね、うん、いい形で頑張れてるっていう、ね、ところがあるんでね、うん、まあ、高部荻野が怪我で離脱したようだからね、うん、まあ、いい感じだけどなんか藤原と共に上がって藤原と共に落ちている可能性あるからね、はい、そこら辺がまあどうなるのかっていうところはあるけどもね、うんうんうん、で続いて、はい、楽天、はい、楽天はビックリマンですか、うん、いないちょっといないですね、ちょっと今いないですね、この新ご新規さんで、うん、おーみたいな、え、うん、ちょっとこのそうですね、いないのよね、うん、まあ、藤浦とかも頑張ってる感はあるけども、まだそんなびっくりするっていう感じでもないしね、伊藤真央投手とかもすごいルーティン頑張ってるんですけど、まあ、別にまだびっくりするぐらいでもないしね、うん、まあ、シーズン終わってどうかだけど、ここまでセンセーショナルでいや見つけれてなかったけどびっくりやわ、めっちゃ頑張ってるやんみたいなのはないね、いないですね、うん、ないな、うん、まあ、これは仕方ない、はい、で続いて日本ハム、はい、日本ハムは、うん、まあ、俺の中だったら鈴木健也、うん、だと思います、ね、うん、サイドスローから、はい、アンダースローに、うん、新庄監督のね、はい、変えて、で多分俊ちゃんにも言ってんだよね、教えてもらいにね、なんか情報によると渡辺コースですか、うん、めっちゃいいフォームがいいんだよ、まずへアンダースローとしての、はい、俺もアンダースロー評論家だから、そうですか、うん、めっちゃ攻略法もしてるけど、はい、めっちゃいいのよ安定的に、うん、でずっと右バッターにはヒットすら打たれてなかったし、はい、この前打たれちゃったんだけども、うん、だからうまくいって援護さえしてくれれば、うん、10勝いけるね、おーぐらいの期待感、うん、今めっちゃいいペースですからね、うん、ホームがいいのやっぱり、はい、安定的に、うん、あの投げれてるっていうところとホームのバランスもいいし、うん、これはちょっと先発として
まあ、便利屋的に扱いなのかなと思ってたけども、はい、これ先発として10勝いけるぞっていうところでは、あれなんかこの間プロ野球ニュースでやってたんですけど、鈴木健也投手同じ球でもフォームで緩急つけるみたいな、うんうん、4つやってましたね、うんうん、同じ球だけ同じタイミングで投げないで、そこでこうなんかタイミングずらさせるみたいな、うんうん、だそう投球術もすごいのかなっていう、うん、でもこれはチャンスあるね、10勝ね、うん、はい、これはもうびっくりだ、うん、びっくりするぐらいもう先発ローテーションで今柱ぐらいにいるからね、はい、うん、これはチャンスあるね、またアンダースローと絶滅危惧種になるからね、はい、でも今ね、で鈴木でしょ、はい、で与座でしょ、うん、サイドはいるけどな、思い切って誰か左もアンダースローやればいいのにな、うん、いないですね、うん、でもまあいい形だからね、はい、うん、ここはチャンスあるね、はい、これまた1年後本当のビッグリーグからで、そうですね、うん、でもここまではちょっとそこをうまく見つけられてたら俺の戦いにも入れれたんだけどね、そうですね、ちょっと見つけれてなかったね、この選手たちが1年やっぱ持続するかっていうところも、そうそう、そしたらまたね、うん、10億円選手とか入れときたかったね、そうですよね、褒めて活躍はちょっと上がりますもんね、絶対ね、うん、鈴木とか入れときたかったね、10億円選手、ね、いや分かんなかったな、チャドとか安いから結構上がるよ、そうですね、うん、だネクストとかに入れたかったよ、でも23歳を入れられるのかな、24になる年までだから入れる、あれ入れられますね、ネクスト入れときたかったね、これ見る目あるって言われてるやつですよ、あ、分かんなかったな、それはさすがに分かんなかったね、分かんなかった、でも現状ね、開幕してから1ヶ月パリーグ編ですけど、はい、まあ、この選手たちがね、うん、ここからどうなっていくかね、うん、まだここからね、まだこの対策練られる可能性もあるからね、はい、それでも、まあ、出だしとしては面白いしね、うん、ここからね、どういう活躍するのか、あとホークスとね、楽天からも今後またね、びっくりの選手が出てくる可能性もあるから、ね、はい、それは1年間かけてまた見続けていきたいと思います、はい。